冷蔵庫からこんにちは。水のように清らかに、太陽のようにみんなを照らす、サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。皆さん恋してますか？というのは冗談で、恋愛シミュレーションゲームってご存知ですか？ゲームの中でキャラとの恋愛を楽しむというあれです。私密かにプレイしてみたいなと思ってたんですが、今回なんと私サントリーのむが登場する恋愛シミュレーションゲームっぽい感じのものをサントリーの人が準備してくれました。私が私と出会って私を攻略する。深く考えてはいけませんよね。早速やってみましょう。そうですね、男の子の設定なので、ノムオにしましょうか。学校ですわね。なるほど、舞台は学校。先生が転校生。冷蔵庫からこんにちは。水のように清らかに、太陽のようにみんなを照らす、サントリーのむと申します。私ですわ。冷蔵庫からこんにちは。1899年2月1日生まれの119歳です。よろしくお願いします。野毛さんはおいくつなんでしょうか？よろしくお願いいたします。これは休み時間、よろしくね。冷蔵庫からこんにちは。水のように清らかに、太陽のようにみんなを照らす、サントリーのむと申します。自己紹介大事ですわ。毎回やっていきましょうね。仲良くしてくださいね。のむおさんは部活に入られているんですか？ここは入ってる方が会話が広がりますよね。さあどうなるんでしょうか。本当ですか？私部活というものに入ってみたくて。よかった、めっちゃ喜んでくれてる。一体何部に入られているんですか？設定決めてなかったですわ。どうしましょう。肩幅が広いので水球部でいいかしら。さあどうなるかしら。水球、ごめんなさい、ちょっとよくわからないですわ。私、短歌部の友達が欲しかったんです。え、どういうことですか？あら、学校に行きましょう。さあどうしたんでしょうか？これは一つだけ明らかに怪しいものがありますわね。トラップですかね。あ、でも思い切って。さあどうでしょう。なんでわかったんですか？私今日飲み物忘れてしまって。これはどうでしょうか？え、CC レモンくださるんですか？嬉しい。あ、よかったです。言葉に甘えてのむのむしますね。我ながら美味しそうに飲みますわね。さあこの後の展開が。のむおくん優しいですね。めっちゃ気に入ってくれてる。この分かりやすさは水まきますわ。皆さん、サントリーのむの攻略には飲み物がキーワードですわ。なるほど、どうでしょうか、あげましょう。
ここはタンブラーかマグカップの2択ですわね。どうしましょう。ではおしゃれなタンブラーにしておきましょう。喜んでくれるでしょうか。あら、ノモオくんどうされました？お誕生日プレゼント、あー喜んでますわね。わかりやすい。さあ、うまくいくかしら。ありがとう。あれ、なんだか喜んでいないのかしら。目の輝きが。とっても嬉しいんですが、本当に欲しかったのは古今和歌集なんです。そっちでしたか。今短歌にハマっていて。これはどうなるんでしょう。ごめんなさい、野毛くんのことは友達としか思えないですわ。終わりですか。まだ告白してないのに振られました。たった3日で終わってしまいましたけれども、古今和歌集を渡さないとゲームオーバーって一体。無理ゲーでしたわ。もっとこうキュンとするような展開があるものかとばっかり思っていたんですが、フラグがバキバキっていうか、フラグ存在していたんでしょうか。こういう展開が見てみたいというイメージがあれば、ぜひ皆さんもハッシュタグ飲むと恋するゲームで教えてくださいね。いつか本当に作ってもらえたらいいな。そしてついに2月1日は私120歳の誕生日、大還暦祭と題して生放送しますので、絶対参加してくださいね。ごきげんよう。